はい、ね12弦ギターというのがありましたね。これね弦がねこれ12本張ってあるんですよね。なんでこの糸巻きのとこもこんなに長いっていうね、こんな感じなんですよ。これね山巻、山巻です、ヤマハじゃないですよ、山巻。多分これねおそらくもう50年ぐらい前のギターなんでしょうけど、なんかねすごく久しぶりにちょっと出してみて、ちょっとチューニングしてみたんですけど、これ弦自体ももうずっと張りっぱなしの弦で、どんぐらい10年ぐらい10年ぐらい多分張ったままの弦なんでしょうけど、ヤマキ、ヤマキっていうね、なんかすごいでしょ、いっぱい並んでるでしょ、このねここのねこれがね、ヤマキっていうヤマハのパチモンみたいなギターなんですけど、これがね YW20 とかって書いてあるんですね、見えるかな、 YW20 とかって書いてあるから、多分これ2万円ぐらいのギターなんでしょうけど、なんかねものすごくなるのよね、このなんかこの多分いつも弾いてるギターと多分こういう音があるんだけど、12弦ギターってね。でこれまあさっきのその、傘の雫っていうのをちょっとねこうやって弾いていくと、こんな感じになるんですけど、これ12弦ギターってね、この指でこう弾くのってすごく難しいね、これね、このねなんていうの、このねこの弦と弦のこの間隔が狭いのよね、12本張ってあるからね。でまあこれ復弦でまあ2本を一緒に押さえてこう2本一緒に押さえて、まあ要はこう6本あるのと同じなんだけども、2本を同時に2本がこの1本がこの2本セットになっていくね、そのだからこの間が狭いのよね、どうしてもこのだからこの指で弾いていくのすごく難しくて、これ、ね、こうピックだね、ピックこの1枚だけ持ってるピックなんですけど、これしかないんですけどね、普段ピックでこう弾かないんで、これで弾くとなんかなんかすごく大きい音が出てやかましいですけど、感じでね、この12弦ギター、このカポもね、これこのカポだともうギリギリなんですよね、もういっぱい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 で、まあまあつけれんことないんですけどね、このカポね、このもうゴム部分がほぼネックと同じぐらい
で、このネック自体も太いしね、なんかあのすごく鳴るギターですね、このギターね。すごく鳴るよこれ。これ多分これあのヤフオクで手に入れたギターで、まあ、普段こんな全然弾くことないんですけど、割と傷もねあんまりなくてね、これなかなかの お宝ですよこれ多分ね、ということで、まあ、単にこの12弦ギターの紹介でした。